うことなんや。さすが私が見込んだだけのことはある。だがまだまだだな。マルメさん、説明してくれ。どうして俺たちを。はあ、何を手間取っているのだ、マルメ。小次郎様。おお、この男たちが結城秀康を斬った者たちか。どちらが斬った。俺だ。そうか、それはご苦労だったな。だがお前たちにはここで死んでもらう。その構え、何のつもりだ。構わん、やれ。